それでは北村さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは始めさせていただきます。タイトルがタブレットファーストになっていないから始まったウェブサイトのリニューアル導入で伝えたいことをお話しいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、こちらのスタジオ内でお話しいたします。スタジオなんですが、後日公開予定なので、可能であれば写真撮影よりも見ていただけたら幸いだと思っております。では最初に自己紹介させていただきます。私、北村愛と申します。今現在はですね、大阪と月1回地方を回るうち20拠点の活動をしております。職業がフリーランスの国を愛するウェブデザイナー、クリエイター、海洋生物専門医学レーターとして活動しています。で、先週1日間実は和歌山行ってました。で、大阪をベースに、海と地域の明るい未来を目指して、配色アイデアで魅力を引き出すデザインというのが得意です。ではお仕事についてお話しいたします。お仕事はですね、主にウェブデザイナーや ATP イラストの方を書いておりまして、海や地方の方々のクリエイティブ制作でサポートしております。最近ではですね、こちらのイラストを写真化を受けしました。でこちらにも載っておりますが、ウェブデザイナー、ウェブデザインとあと限定で終わっちゃったんですけれども、秋のダイビングフェアの、イラストで、一番目の前から見て右手がクジラのポスターなんですけれども、こちらは和歌山の太地町に向けて作ったポスターになっております。でもう一つのお仕事として、金華デザインという名前で、可愛くてカラフルな海洋生物をもっと身近にというテーマで、イラスト制作、グッズを作成しています。現在はですね、アートイベントや、海の生き物、ハワイショップ、生き物ものやという名前で、オンラインの方でも販売しております。新サービスを最近始める予定でありまして、地方の、ローカルクリエーションといいます、地方のウェブサービスを月額制でどことお付き合いするというものを開始する予定です。現在はですね、高知県と和歌山県で開拓しておりまして、1月に高知県でイベントを開催させていただきます。では本題に参ります。ウェブサイトのリニューアルのきっかけなんですが、ここで皆様にご質問があります。タブレット端末って持ってますか？あ、持ってるんだ。ちなみにタブレットケースの端末っていうのは iPhone とかですかね？最近ですね、タブレットでウェブサイトを見る人とかもね、結構増えてきたと思います。そこで北村の方も、4月にですね、iPad を買いまして、これがきっと実物なんですけれども、これ iPad mini なんですけれども、ちっちゃいですけれども、結構繊細で、今でも使ってるんですけれども、この iPad でですね、自分のサイトを見たときに、崩れてました、かなり。でタブレット端末のなんで崩れてたのかなというと、やっぱりですね、ここにも書いてるんですけれども、スマホ表示とかはですね、結構自分でも見てはいまいちいたなと思ってるんですけど、タブレットになると、なんかカーソルバーみたいなのがちょっと発生していたりとか、タブレットって単純に動画になってしまうと、なんか見方が違ったりとかっていうの。でなんかすごい違和感を感じまして、でこれって何でかなというと、やっぱり確認していなかったのが、原因だったと思います。でこのままやったらやっぱり人が離れてしまうという危機感を覚えました。じゃあですね、タブレットファーストである理由っていうのは何なのかといいますと、あった方がいい理由っていうのはですね、一番に挙げられているのがですね、 SEO 対策。スマートフォンやタブレットの検索回数がですね、実は多くなってきていますので、重要性も出てきました。今、iPhone とかですね、私が持っているのが、これ最近とちょっと前なんですけれども、iPhone の 10R も結構でかいんですね。で、やっぱりスマートフォンとかもですね、画面もでかくなってきている端末とかもあるので、やっぱりでかくなっていくと、ちょっとずつ崩れていくことが分かっていく
ということもあります。で、やっぱりあともう一つがやっぱりタブレット端末の普及というのが、まあ、北村調べですけど、これがタブレットファーストであった方がより理由と思われます。で、とあるサイト あのデバイスから、アクセスさあの端末の、比率というのを見てみますと、やっぱ最近ではスマホからのアクセスが教習問わずに多いです。で、とある企業さんの方でもあのアクセス解析とかするんですけれども、ウェブサイトでもクライアントさんで40代から50代の方っていうのは、大体 PC を使うんですけれども、逆にあの就職活動する方は、多い確率であのスマートフォンやウェブサイトから見ているという結果も出ています。タブレット端末もですね、総務省の調査では2010年くらいからですね、徐々に伸びていって、軽く右肩上がりになっていきまして、であと最近の iPad なんですけれども、やっぱネット見る以外にもなんか映画かなりかけたり、なんか映像とかも編集できたり、あと写真とかも綺麗に写すとか。ですがですね、ただタブレット端末に合わせる修正だけじゃ、ここが崩れてるから直さなきゃとか、いろいろ検証していったりとか、仕事しなきゃいけなかったりとか、検証していったりとか、そういうことなら細かい修正を、
まあ、Google さんでですね、検索キーワードで調査できる、サーチコンソールっていうのを聞いたことがある方いらっしゃいますか？いますね、結構。で、そのサーチコンソールっていうもので、自分のサイトでどのキーワードで検索されたり、どのキーワードでクリックされたかっていうのを検証できるやつなんですけれども、まず、この中で、本当に来てほしいキーワードが検索されているかを、まあ、調べます。で次に検索ワードが実際に来てほしいなという思いを込めて自分がやりたい、したいことを箇条書きにしていきますが、これは紙でも iPad でも構わないので、もうやりたいこと、もう何でもいいからとりあえず書いていくんです。でこれはですね、まあ、ちょっとあるクリエイターが実際に書いたものを、まあ、ちょっと答えたものなんですけれども、こうやってやりたいこととできることということをやっていきながら、その中の真ん中に、需要というものを見つけるんですけれども、需要というのはですね、誰かが求めているものを生み出すことなんですけれども、まあ、需要って言われてもどういうものが今需要なのかっていうと、2019年の今現在の需要が高いと思われていることっていうのは、まあ、流行に左右されないこととか、あとやっぱり人工知能ができない仕事とか、あともうルーチンワークができない、ではない、ルーチンワークがではない仕事っていうのが、今年っていうかは、まあ、今後も、需要が高いものだと思われます。で、これに合わせて、長期に、自分がやりたいことでできることを合わせ持つことが大切っていうことなんですね。ではですね、実際に行ったウェブサイトのリニューアルについてお話しさせていただきます。まずですね、ワードプレスのテーマを決める5つの確認というのをしましてですね、ちなみにワードプレスのテーマなんですけれども、やっぱいろいろあるんですよね。なんか、有料から無料までとか、いっぱいあるんですけれども、まあ、この中でもやっぱりその、先ほどのタブレット端末でもちゃんと確認できるかとか、あと、美しいかどうかとか、あと 100%GPL というものを、可動化の確認なんですけれども、100%GPL というのは、まあ、自由に利用とか再配布可能なライセンスかどうかなんですけれども、実際に今回これ使わなかったらここに立つことができませんでした。でまた実機で確認して崩れてないかとか、あとそのテーマ自体が扱いやすいかとか、まあ、これ後ほど今後のこの後の、セッションでもお話しされるかもしれませんが、偶然フェルクというテキストエディターがそもそも対応しているかというのを確認します。で最終的にいろいろ検索したり、すいません、そして見つけたのがですね、こちらのビジネスプレスっていうテーマなんですけれども、こちらですね、無料で使えるテーマで、とあるツイッターの方が紹介していただいて、で見てみたら結構綺麗なサイトだったんですね。で結構無料ですけどもすごい使いやすいんですけれども、これ無料で円を払うと思って後日この方が選択したプラグインを買いました。最後まで検討したテーマなんですけど、まあ、スモーモンキーさんは去年ワードキャンプで実際に使ってる方だったりとか開発者の方のお話を聞いたんですけれども、これもすごく迷いました。でちょっと周りがちょっとスモーモンキー使ってる人結構多かったので、さすがに前とはちょっと違うやつを使いたいなと思ったので申し訳ないですけれども、まあこれ後日買おうかなという思っております。でワークプレスっていうのは、まあ、一部有料で使えるんですけど、これもビジュアルがとても綺麗なので、こちらはですね、ワードプレスの中身から検索をして使えるサイトテーマとなっております。で、まあ、有料テーマ、無料テーマも含めて、多分 5ぐらい迷いました。で、実際にやったリニューアルの中でですね、失礼いたしました。環境を作っていかなきゃいけないんですけれども、ローカルバイフライコールっていう、簡単にウェブサイト、ワードプレスのサイトを構築できる、ローカル環境ツールっていうのを使いました。これですね、プログラム、私、プログラムとか全然組めないんですけれども、そんな私でも簡単にできて、あと既存サイトと同じ環境で作れるから、URL を共有すれば、タブレットやスマートフォンとかの磁気確認もできるので、こちらを使いました。
とですね、クラシックエディターという編集をしていましたが、全ページをですね、グーデンベルク化にしました。まだそんなにページ数が多くなかったので、そんなに全部やってもそんな時間かからなかったんですけれども、だってグーデンベルクにすることになって、やっぱりとても見やすく、使いやすくなったのかなと思っております。でやっぱりですね、これに関してはもう時代の流れに乗っていくしかないのかなと思いました。さらに、プラグインの互換性の確認として、ワードプレスのアップデートや使用テーマの互換性をローカルの環境で、試して、で、活かしたものとか消したものとかもありまして、中でもですね、SEO の機能なんですけれども、テーマ自体に組み込まれている機能が多かったりするんですけれども、今回選んだテーマにはそれがなかったので、改めて、SEO のプラグインである要は、と SEO。次にですね、CSS で装飾とか、ウェブの全体の配色っていうのも、まあ、これ自分の本来得意であり、やっている仕事なんですけれども、主に H2 や H3 などの見出しとかの装飾に関しては、CSS で作っていたんですけれども、この CSS どうやって作ればいいのかっていうと、結構ウェブサイトとかに流れてることも多いので、自分がこの形いいなと思ったやつを組み込んで作っています。でサイト全体の配色に関しては、配色アイデア手帳とこちらの、持っている本を元にして調整していっています。で一番大事なことなんですけれども、実機確認っていうのはですね、タブレット端末とかスマートフォンだけでなくて、やっぱデスクトップの画面の大きさやノートパソコンの大きさって結構違うので、デスクトップ、ノートパソコン、iPad、iPhone で確認します。で可能であればですね、Android の機械とかありましたら、それも確認することをお勧めいたします。で、リニューアル後のことなんですけれども、これまでは SEO はテーマの中に、テーマ内の機能で、全部行っていたんですけれども、まあ、なくなったので、それを Google タグマネージャーというものにまとめました。ちなみに Google タグマネージャーというのは使ったことがあるかいますね、でこれ結構ですね、テーマを変えたりするときにもすごい便利なので、よかったらまだ使ってないとか、聞いたことがないよという方は、見てもらったら使っていただくことをお勧めいたします。で次はブログ記事というのがありまして、そのブログ記事の見直し、編集とかもしましたけれども、こちらなんですけれども、普段 PHP とかを全く使わなかったんですけれども、ここだけちょっと PHP っていうものに、頑張ってランプション PHP っていうのに、この形をしたいなっていうので、作ったものなんですけれども、まあ、こちらもですね、まあ、今これアイキャッチ仮のものなんですけど、結構アイキャッチとかはやっぱクリックリスクが結構高くなるので、これここはしっかりテーマとかを決めていただけたらいいんですけれども、この中で活かされているものが真ん中のアクアマンのやつですね。でこの記事アクアマンの記事なんですけど映画見た時にめちゃくちゃ感動して興奮して、書いたやつなので、まあ、こういったものとかもあったらいいなと思います。であとですねアニメーションとかここは特に入れてなくてやっぱりそのいろんな方にパパって見てもらえるように無駄な動きをつけないようにしました。で作っていきながらですね、自分ではわからないこととかっていうのは結構あるんですけれども、それを外部の方に、外部のサービスの方に分析をちょっとやってみました。でこれはですね、ウェブ反則フェスタというイベントで出会った、化け物株式会社さんにお願いした診断結果なんですけれども、さすがにですね、ちょっとグラディングがまだ弱いですよっていう結果がありまして、収益も若干弱いかなっていうのも課題だったんです。まあ、リニューアルをしたからといって、そのまま行くよりかは、外部の方からちゃんと検索とか見てもらったことによって、また直していったりとかっていうのをしていくんですけれども、まあ、ウェブサイトのリニューアルっていうのは、まあ、エンドレスで続くんですけれども、ちょっとずつそこが解決して、また問題が出たら解決してということなんだろうなと思っております。で
で実際にですね、リニューアル後の効果に関しまして、ブログ記事には本当に来てほしいなというお客さんに、ね、記事を書くことが多いということ で、それを実践したところ、本当に引っかかってほしい検索ワードとかが引っかかるようになったことと、であとやっぱりこう対面とかでですね、ウェブサイトだけで何やってる人かが分かりやすくなったっていうこともありました。で、やっぱり一番下の、一番下じゃない、すみません、スマートフォンやタブレット端末からのアクセスも伸びましたし、あと戦略が定まったので、何をしている人から分かりやすくなったし、話しやすくもなりました。っていうのが結果、効果が出まして、では最後にまとめに入らせていただきます。いずれにしろエンドレスは変わらないんですけれども、M クモに、目的を持ったリニューアルを考えることと、やっぱり ある程度の時代の流れに乗っていくしかないことも大事です。ワードプレスで言いますと、バージョンを上げるとか、あと、プラグインのアップデートというなどとかは、積極的にやってほしいということは、これに使いたいなと思っているということです。で、さらにですね、リニューアルでプラスアルファっていうのを書いてるんですけれども、今回、したのがその PHP で書くということをがスキルアップのためのチャレンジというのをやってきました。で、スキルアップのためのチャレンジというのはですね、クライアントワークでも時々やることなんですけれども、見直すきっかけになっていただけたら、と思っております。で、まとめなんですけれども、その自身のブランディングもそうなんですけれども、クライアントさんとかで実際に、リニューアルの案件が入ったときに、しっかりそのどういうふうに見せたいのか、どういうふうにしたいのかというのをやっぱりヒアリングしたりとかしていくきっかけになっていただけたら嬉しいなと思っております。今回紹介したウェブサイトをちょっとまとめましたんですけれども、後ほど公開されるスライドでまた後日確かめていただけたらと思っております。これまでに紹介してきたサイトと、あとですね、今回タブレットファーストの、ブログに関して気づかせてくれたヤクさんのブログも、こちらに載せていただいています。この言葉がなかったら私、危機感を覚えないで、この状態になってました。この下のひろかちゃんのような状態で、大丈夫かなって思いました。よかったらこちらもご覧になっていただけたらと思っております。で、もう一つはですね、配色アイデア手帳というのを紹介したんですけれども、使用例を作ったブログ記事は私のホームページの中にブログ記事に書いております。また、そうするとマネージャーの爆物株式会社さんの URL もこちらに掲載させていただきます。掲載させていただきますので、よかったらまたこちらの方も、見ていただけたらと思っております。そうですね、私からの、発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。